マリナさん、こんにちは。パレオちゃん、こんにちは。ちょうどよかった。こちらをご覧ください。え、なんだろう急に。確かこれってラスが特集されてた音楽雑誌だよね。ああ、マリナさん大正解です。なんだか誰かに自慢したい気分なんです。そんなところにお二人の姿をお見かけして。確かに自慢したくなる気持ちわかるな。すごく力の入った記事だったよね。ラスのかっこいい写真もたくさん載ってたし。わあ、もうすでにご覧に。ありがとうございます。実はあの写真、パレオが皆さんのメイクを担当させていただいたんですよ。え、本当に？てっきりプロのメイクさんがやったんだと思ってたよ。そう言っていただけると、メイクを研究し直した甲斐がありました。普段は可愛く見えるメイクを日々研究しているのですが、今回はかっこよく見える色使いを試してみたんです。チェチ様のオーダーでしたので、クールな印象になるように頑張ったんですよ。あとは写真映えさせる方法もプロのメイクさんの本を読んで参考にさせていただきました。うんうん、頑張った成果しっかり出てたよ。わあ、嬉しいです。メイクって勉強すればするほど無限に世界が広がってすっごく楽しいんですよ。どんどん知りたいことが増えていくので、もう全然時間が足りなくて。今はラスの皆さんがパレオのメイクで可愛くなったりかっこよくなったりすると思うだけでワクワクしてしまいます。これからのラスはパレオちゃんのメイク術も要チェックだね。はい、今後ともご注目ください。